あれ、私は村に協力したいサバイバーです。盾を2連続で使いました。あ、はいはい。もう皆さんに従います。おお。よいしょ。はい、こんばんは、ゲンです。よろしくお願いします。はい。サバイバーを引きましたね。サバイバーです。まあ、生き残ったら勝ちなやつですね。盾は3回使用可能で、まあ、基本、これ2連ででも攻撃されたら死ぬんやったっけ。まあ、何にせよ、生き残ることだけを目指して頑張ります。今日の。見守るとはない。確かに長いな。今日長い、みんな割と。うん。あ、長いさん。戻りました。戻りました。かしさん、今顔もう一回出してる。顔出してる。味しめて、味しめてるな。そう、今マスクをちょっとずつ下げて、こうやって。あ、見た。それは気になるわ。それ。ちょっとぐらいだったら下着出してもいいかなって言って配信でチヤホヤされてる女の子のノリ。ちょっとだけよ。まさかそれを。プロリもあるよ。あ、マジで。カキさんの？え？カキさんの？カキさんのプロリ。需要なさすぎだろ。わかりませんよ、世の中は。うん、そうそう。そう、どこに需要があるかわかりませんから。需要は、ええ、それはそうにある。やたもがち。やたもがち。で、カキ俺がやれよ。あ、いや、ちょっとごめんなさい。うん、出したら正式に謝ります。そういうこと言えるでしょ。確かに。やったからやれるよな、つって。うん、あ、言うて、ね、昔ほど出すデメリットはなくなった気がするけど。すごい、みんな簡単に顔出しする時代になって、すごい変わったなって思う。昔に比べたらよ。コロリの話かと思ってびっくりした。うん、あ、違う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 。とりあえずディフェンス。ニコニコでもハッシュタグでポロリもあるよってやったけど、だいたいあのホラゲで首が取れるシーンについてましたね。ポロリもあるよと思って見に行った人たちが、え？みたいな。何もない。なるほど。あら、まあ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 。おはようございます。あら。自分様がまだ。あ、来た。ポーリス、ポーリス。はい、たったったった。なるほどね。二度歩。出てません。ね、ポーリスに止められています。これ、諸兵ですか？あ、誰もないんだよ。あら、あら。うん、他にいる？ポリス。ポリス。ポリス。二人いるぞ。あ、止めた人だよね、今の。うん、あげまるバケユか？あげまるバケユか、はい、ペイさんのことは止めてないです。まちかちゃんが、家から出てない判定。うん、まあ、僕がペイさん止めたと思ってるんですけど、どうなんだろうって感じです。なるほど。あ、一応最後に出てきました。あ、スナパイさん、スナパイさん。あー、バケさんが。じゃあ、明日も止めちゃおっかな。同じ人ポリス連続できないからね、うん、できないの。バケウカ明日誰止めたいとこ行きます。いや、それは今日の話見てからじゃないと分かんない。なるほどね。確かに。あ、いいよ。あ、いいですか。僕が止められてるんで、多分翔平さんは僕止めてます。オッケー、柿さんナイス。僕は昨日誰にも止められていません。人外の乗っ取りを防止するために止められたって先に僕が出て、人外が言いにくいようにしました。深い、深い。だから実際に止まってんのはカキさんだと思いますし、で僕は動けているんで、バケルバケユカは、死んではない。死んではない。いや、怪しいな。バケユカだいぶ、だいぶ怪しいな。明日も止めるよ。明日止められねえんだ、俺もバカなんだ。他の話してください、一旦。ポリスじゃ、我らも。で、昨日、マオさんを止めて、めっちゃ、あ、じゃあ、止まった判定じゃ。バカ。あ、よかった、バカ仲間がやってきた。リンネさん、バカ。俺、コードできてる、俺。バケリンネが真ではないのが確定。僕がわからない、翔平は、カキさんを止めてるから真。まあ、そうか、死体でわかってるから真。まあ、1死体だから、別にカキさんが絶対これで白かって言われたらそうじゃないけど、翔平殺しの犯人ではないなって感じ。うんうん。他の方は出てないとしか言いません。うん、ちなみに今夜能力を使います。俺出ました。うんうん。出て、出てますね。出て、能力の話をしてないのは僕とマーさんとスナパイさん。あ、いずれも出たのね。僕も外で出てます。うん、まだ出てない役職なんで、ちょっと様子見たろうかなと思ってます。なるほど。マチカも家出てないんだよね。家出てない。出ないでしょね。じゃあ出た人たちはどこに行ったかは言わない。
バケウカの家行ってますよ。バケウカ。あ、ペイさんも出たの？はい。そう、止められてないんでね。あ、止められたっていうのは嘘です。バケウカ。なんかペイさん、あ、そうね。うん。なるほど。とか言って本当はバキューカ神なのに俺が、うん、止めれてる説あるんだよなと思って。そうそう、だからバキューカ別に家出てもいいよ、俺してバカだけど、うん、ああなるほどね。そうか、バキューカが止めれてるように見えてる可能性もあるのか、うんうん、いやでもちょっと、ね、止めれてるように見えてる可能性もあるし、俺が本当に止めてて砂場さんが止められてないよって嘘ついてる可能性もある、うんうん、まあ一時しか起きてないんで、うん、止められてる人に人がいるかもしれないくらいなテンションだけど、うん、普通にバケちゃんは怪しい、うん、そうね、そこまで言わんでもまあただ気をつけてほしいのは、同じ家連続で行けないから気をつけるんだよ。そうだから、ペイさんを止めらんないと、うん、そうそう、これねどうしようかな。出てないしょのマオイズスナパイ、出てないしないしょの町加減、あと全員ポリスか、うん、あ、じゃあカキさんも分かんないのか、うん、言ってないだけだ、言ってないだけだ、うん、僕は言ってない、止められただけ、出てはいる、あ、そう、止められてるから、出ようとはした、本当に止められた主張してる、そうだね、じゃあ一応ポリスだけだな、うん、出てる、うん、あ、そうね、これさんはだからそのいわゆる室内で使える能力ではないってことが分かりますね、うん、魔術師とかやったら出なくていいから、はいはい、確かにボマーとかね、うん、ああ、そうだね、うん、まあさすがに明日は情報を出しましょう、うん、はい、お願いします、お願いします、おやすみなさい。これで私になんかキルが入って盾復活できたら理想ですね。来ないかー、くそー、じわじわ削られてる、バカバカ、はい、オッケーオッケー、なるほど、なんかチクチクやられていくからちょっとあれだな、柿が挑発でバケウカさんに入れました。ああ、本当だ、あー、うん、挑発は赤挑発か、あの緑かのどっちかしかないんだよね。挑発はバカは存在しないです。僕マチカさんの家行きました、うん、出てきませんでした、うん、うわ、出てないです。どうしようかな、じゃあ俺から出そうかな、ちょっと村の、インベスティゲーター、初日町山町かで、ネズミオアサバイバーで、正直2日目ぐらいに、あの、うんうん、初日言わなかったのはネズミだった場合に行ったら殺されちゃうんで、うんうん、黙っておいたんだが、2日目も出てこないことを考えると、うんうん、まあサバイバーっぽいなって思って、うん、今日はバケウカに行って、バケウカが赤ポリス、うん、緑ルックアウトなんで、まあ、バカじゃねえか、バケウカさん赤か、それは真央さんがバカ、うん、でもまあだとしたら他にインベがね、うん、いることになるしね、ヘイカモン、あと使用してないのが俺とゲンさんだけなんだけど、ヘイカモン、私は村に協力したいサバイバーです。盾を2連続で使いました。あ、はいはい、もう皆さんに従います。おお、スナパイさんは僕ルックアウト、ルックアウトか、じゃあつまりインベは、うん、あ、インベはマオさん確定、まあ、そう、バケウカさん視点ではマオさんが人外確定ってことだね、うんうん、そうだね、そうだね、うんうん、まあ、あとは村の使用目を見てもろて、バケちゃんは今日誰かを止めた判定なんだっけ、マチカちゃんが出てこなかった判定、ああ、僕はバケウカさん家に行って、あの家から出てきてない判定になってるので、うんうんうん、じゃあポリス能力を使った人に見えてるってことだ、うん、そうそうそう、同速だから使ってはいそうだなと思ってる、かもしくは普通に僕がバカの可能性もあります。リネさんはバカなので出ていない、なるほど、うん、あとポリスいないんだっけ、あとはもう翔平さんだけか、うん、まあ初手さんで死んでてるから、今出てるポリスが全部バカとかそういう可能性、全部本物はもういないっていう可能性もあるんだけど、うん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 、僕だけまだ分かんないです。スナパイさんのルックの結果って、ああ、初日バキウカ誰も来ずで、今日影丸誰も来ずだったから、ちょっと影丸うーんってなってきてる、あ、本当ですか、うん、殺されるかなと思って、確かに僕今日で結構シンポリ名がだんだん上がってきてるんで、そろそろ殺されるかなと思うんで、うんうん、あ、もう役職出ていない人いないよね、うん、じゃあもういない、あれ、なんか票増えてる、票増えてる、カキさんは、まだ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 、カキさん挑発、あ、挑発、カキさん挑発してるから、今日、うん、キルやってない人だし、ちなみに、うん、もう俺言っちゃったけど、マチカちゃんは、どっちだった、ちなみに、サバイバー、
だよね。ネズミサバイバーで。あ、ネズミだったら使ってるやん。そう、今使う。さすがに使ってるだろうな。まあ、じゃあダブルサバイバーだ。そう、青の所在も明らかになったんで、あとは。え、まあマチカはあれだけど、ゲンさんはつっててはいいと思いますけどね。あら。そっちはいい目で見られてないからね。うん、確かに確かに。確かに。まあ僕つってもオークンローラーで全然いいのかな。そうだ。そうだね。で、まあ役職オープンだから。ます。うん。じゃあ。ローラーにならないよ。じゃあマグに入れよ。緑ポリスかバカで絶対ローラーするな。絶対ローラー。あ、これ絶対ローラー。ローラー飲みますよ。塗られてます。どうしようこれ。使い切ってもな、次噛まれそうなんだよな。出まーす。出まーす。出ます。ゲンさんサバイバー格なので、うん、まあ、お無害です。いい占い先。マオ、ね、さんを止めた判定になってるので僕はバカでした。うん、ちなみにルカートマオさんち行って影丸だけが来てました。ああでも死んでない。まあ誰も死んでないのちょっとうーんって感じだよね。うん、そうだね。まあだから、うん、そうそう、青陣営のサバイバーはもう本当に硬そうだから別に良くて、うんうん、カキさんもあれじゃよね、初日に翔平さんに止められて2日目は挑発でバケさん入れてるからキルには関われない人物だから緑でいいよね。そうそう、あれでも2日目はそうキルを挑発入れた日キルは起きてる、いる、挑発入れた日伊豆さんが死んでる、うん、そうか伊豆は死んでるのか。でその時ちなみにバケユカさんは切れないんですよね。バケユカは切れる、切れるんじゃないかな。バキューカさんだった場合はカキさんは赤挑発の可能性が一応残っちゃうかな。ある、うんうん、あと俺視点で影丸の赤がなくなったと思っていて、うん、はい、魔王さん家に行ったことが見えているということは、うん、影丸が赤で能力行使した場合って絶対に発動するんで、うん、魔王さんが家出れてる時点で影丸が緑バカポリス確定ですね。へ、えー、じゃあもうリンネ様ぐらいしか、うん、そうそう、いやちょっと一ついいかな、まあ、いいよ。影丸はなんで真央さんにポリスしに行ったのかな。あ、単純にバケちゃんの対抗位置だからです、うん、僕目線はバケユカさんが昨日能力を行使してると思ってるんですよ、うん、ポリスで行って同速だと思ってるから。いや、うん、でもだからです。あ、ライン切りとしてやってるんじゃないかって思ったってこと。一応ほらバケさんの結果は赤ポリで出ているから、うん、真央さんは真央さんの結果で死んでるから、バケさんがバケユカさんとマオさんが対抗してるから、あの、うん、どっちかが赤だと思っていて、あ、ゲンです、霊結果によりバケユカさん赤ポリはその確定してる状況下でなぜマオさんにポリスを使ったのかという、うん、ブレイマーとかは追わない、ずっと1キルが起きてるんでブレイマーとかが動いてたら塗られてるケースを割れたってことですかね。だったら、まあ、そうですわかります、はい、うん、塗られてるケース、そう一応ケアで。リンネさんの思考はめっちゃ今白いなって思いました、個人的に。僕は自分がまだ白か、あの、何それ、真かバカかが分かんなかったので一旦言っとこうの気持ちです。なんか真央さんの結果は結構当たっていて、真央さんがクリーナーからプラスインベのなんか偽装っていうのはなんかおかしいから、クリあのなんだ塗ってるとしても真央さんじゃないだろうって思うんだよね。あ、うん、でごめんなさい、一応僕は2キルとも関われない、1キル目まちかちゃんの家から出てないの当ててて、2日目バケさんと同速っていう主張なので。うん、リネさんさ、あの俺が言った影丸白理論ってわかる？もう一度説明してほしいな。うん、影丸が魔王さん家行ったことを俺がルカートで見れてるってことは、影丸キルしてないじゃないですか今回。うんうん、でルカート他にいないから僕死んだんですけど、でその状態で魔王さん家に行った影丸が仮に例えばポリス能力を持ってるんだったら、ああ、なるほど、分かった。そう、じゃあわらわが対抗時としてあげるのはまあスナペーさんになるってことかな。あ、でも影丸がブレイマーとかクリーナーとかだったらワンチャンあります。うんうんうん、ああなるほど、うん、一応僕が一番最初にブレイマーの存在をほのめかしたというか可能性を出したとだけ言っておきます。まちかちゃんに質問、じゃあもうまちかちゃん一生つらないので、まちかさん最初影ピがまちかちゃんに言ったとか話合わせた、あの、うん、影丸くんはバカやなって思ってた。あ、そうなんだ。話合わせてたってことね。うん、じゃあちょっと話変わるんじゃないかな。え、でもでも僕の件はごめんなさい、自分がじゃあバカだったのはもう確定なので、あれでもおかしくない。マオさん止めれたんじゃないよ。
あ、だから真央さんは出れてるじゃないですか。で、僕止めれてると思ってるので、僕はバカなんですよ。輪廻様、待ってもいいと思います。普通に輪廻様しかなくない？いや、初日の影ピモバ、あ、おやすみなさい。おやすみ。おやすみ。真央さんをほぼ疑わない進行なら全然待っていいと思いますね。赤2だし、赤2で1削れてるわけなんで。真央さんが陣外だった時のみあれだけども、真央さん陣外を追う方がほとんどいないので、真央さん新インベ決め打ちで進む感じだと思います。よし、ありがとうございます。うん、ほな、真央さんの結果待ちやな。あ、赤挑発、赤挑発、言ってんだ、ブレイブハーブやん。あー、さすがに魔術ないよね、もう。リンネさん見て、緑ポリス、赤トラッカー、うん、緑ポリス、赤トラッカー、あ、じゃあまあ、主張としては合ってるから、まだ塗られてないのかな。緑ポリス、そうね、緑ポリスで、まあ、カキさんは塗られてる、うん、そう、塗られてるということは、マオさんがまだインベスしていないブレイマー候補が俺か影丸になる。そうだね、うんうんうん、だって赤トラッカーであるはずがないんだ、塗られてるから。この時点でゲーム終わってないのがおかしいから。まあ、バケウカンも塗られてたっていう飛び、うん、スーパーやばい状態は、俺にはそうしか見えなくなってきたな。バケちゃんは2日目絶対に能力を行使していたから、僕目線は、うん、マオさん今日の結果って、あ、今日は、独身貴族リンネさんが緑ポリスオア赤トラッカー、うん、あ、失礼、言ってましたね、はい、トラッカーか、はい、なので柿さんが赤挑発で死んでいることからブレイマーか、あ、でももうバケ、まあ、まあ、バケウカも塗られてた線をみんなが切ってくれるんであれば、バケウカが赤ポリスで落ちてる時点でブレイマーが今存命してる状態なので、うんうん、ブレイマーが柿さん塗ってる状態になってる、うんうん、当てます。でブレ、そうだよね、だから赤で残ってるブレイマー候補がもう完全に、まあ、俺目線だと、あ、じゃあリンネさん白じゃん。そうなんだよ、そうなんですよ。なので、カキさんが死んだのが、マオさんの結果から待ち加減に魔術師もいないことが確定しているので、ローラーで終わっちゃうね、影砂釣り切り、そういうことですね、うん、じゃあカキさんからかな。これカキさんが止められたって言ったターンに相方が止められてた線ってないですか？それを柿さんが自分が止まったことにしたってなったら、1日目俺柿さん切れてきちゃうかなって思うんですけど、柿さんってなんで強心だと思う？あ、確かに。え、でも魔術師ないもんね。じゃあ普通になんでもないです。うん、いや、サレンダー、インベスマウシーが強かった、サレンダー。なんで青が2人ともサバイバーなんだ。事件は配役の時点で起きている。おかしいだろ、塗られてる、塗られてる。穏やかな村だったわ。ちゃこれは偉いな、平和だったね。くそ、こんな平和な青いいんだ。インでも強かったし、くそ、いいとこから出たな。ペイさんに釣られた。